ムバーラク・アリー・ハーンは、東インドのベンガル大使。1759年、ベンガル大主ミール・ジャーファルの逸尾として生まれた。1770年3月10日、兄の大主アシュラーフ・アリー・ハーンが天然島で死亡した。ことにより、ムバーラク・アリー・ハーンが大主院を継承した。翌1771年6月16日に、ムガル帝国の皇帝シャー・アーラム2世にも追認された。 とはいえ、ムバーラクアリーハーンは幼かったため、ママ母のムンニー・ベーグムト副大使のムハンマドレザーハーンの下で統治した。1772年5月14日、ベンガル知事ウォーレン・ヘースティングスは、皇帝から授けられたディーワーニーを受諾し、自ら調税業務を行うことにし、同時に行政、司法も直接統治に移行されることとなった。ここに、 ベンガル大衆の領有権は事実上を失われ、ベンガルの植民地化は決定した。またこの時、代代わりの土に見学されていた大衆への内定費は160万、ルピーへと固定された。1793年9月6日、ムバーラクアリー・ハーンは死亡し、息子のバーバルアリー・ハーンが大衆位を継承した。ありがとうございます。